はい、ね、今日はオッチーが、オッチーがね、泊まりってかいつも通り遊びついたらドッキリを仕掛けないと思ドッキリな。はい、とりあえずね、サランラップを巻きましょう。サランラップを最後こうやってやります。はい、よし。はい、ね、筆ペンを、さっき開封したばっかりの筆ペンをはい、塗ります。まあ、これが実験的にやってみるか。うん、よし。じゃあ、一回実験で。じゃあ、お邪魔しまーす。これやばいよ、ね、しょうもなさすぎるでしょっていうこのくだらないドッキリをっていう。まずね、まずオッチをリフラン、そう、駐車場までで、でその間に俺がさっきの筆ペンで、こう練り直して、で、まあ、竜頭の掛け声のあえ、なんか言葉言ったら、ドアを閉めて、あと動物の、あ、2階に剣いるから、うん、行く先手でいいよって俺が言うから、うん、それな、やりましょう。さあ、オッチ来ました。あれがオッチの車かな。こっちこっちこっち、しろよ。なんで？あ、もう剣いるよ。剣いるよ。無事で終わったってことはさ、今日ヨークでしょ。そうだよ。ヨークベニマル。勝者は決して諦めないって言いました。一生前黒猫かと思った。それは死ぬ。ハローアイヨークです。じゃあ先上上がってて、それではね、塗っていきたいと思います。
よーよーよーへい、待ってたかいなあ待ってた、ふざけんなよ、マジオッチーさん、右手をご覧ください。右手をご覧ください。右、ちょっとこっち来て、自分の右手を見てください。はいはということで、ちょっとドッキリをしただけです。そこ後ろ見てみ、後ろ、後ろ、こっち気づかないってやばいですよ。やばいだろ、ふざけんじゃねえ、マジでこれを奥のせやがったということで、はい、チーム老人会の、はい、売名行為以上でした。はい、チャンネル宣伝以上でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。